どうもこんにちは、鈴川彩子です。本日はこちら SC マグレブ L0K を紹介します。こちらはですね、もう今超話題のリニアモーター化の車両でございます。まだね、営業運転は始まっていないんですが、一応営業運転仕様の、でもこれで今試運転をねやってる車両なんですが、なんとそれがですねプラレールになって登場ということで、こちら2月6日から始まっている横浜鉄道模型フェスタで、はい、発売だったので買ってみました。はい、じゃあ早速ね開けてみたいと思います。よよよよよ、電磁石の力で浮いてね走るの、実際はもう浮いてるんですよこれでも、プラレールでその再現が難しいから、このね浮上をイメージして半透明の車輪を採用しましたっていう風に書いてあります。車両の超電動磁石と地上コイル化に働く磁力によって車両を浮上させ、なのでね、もうすごいスピードが出せる、プラスとマイナスが交互にねついていて、反発の力でバビュンと走る仕組みになっております。無人運転だしね、風も強いからかな、前に窓がありませんね、前後には。基本ねほとんどトンネルの中を走るし、外に出たとしても早すぎちゃってね、そんな景色を楽しむっていう感じではなさそうですね。あんまりロゴはねすごいかっこいいですね。 L0K リニアの L かなね。なんか最近の新幹線の流れ E7 とかの雰囲気が出てますね。じゃあ早速こちらの L0K ねレイアウト作って走らせてみたいと思います。はい、ということでレイアウトが完成しました。かなりね直線というかね、行って帰ってくるだけのシンプルなね作りですね。本当はねトンネルにしたかったんですけど、ちょっとトンネルにできそうなもの持ってなかったので、こんな感じで作ってみました。じゃあ早速ねこちら L0K を走らせてみたいと思います。やっぱハイスピードかな、いきなり。よし、オン。なんか前面とかの柄もねちょっと奇抜かなと思ったんです。こうやって走ってるのね、遠くから走ってくるの見たら。なんかちょっと窓みたいな感じで、ね、全然違和感なく見えますね。本当にね、自分のちょっと見えるのが、全然見えないんですね。そもそもね、見れる場所がないんじゃないかな、なかなか。外からは。すごい考えられて設計されてて、ね、もう何回もね、もう何十年もかかって開発された車両ですから、実際の
スピードも見てみたいなので、なかなかのプラレールで再現は難しいですけど。出ないんですが、まあ、それでもね、やっぱりまだこれ営業運転始まってないですから、なかなかね見ることもできないですし、まあ、試運転はねやってるんですけど、それがねもうプラレールになってるので、ぜひぜひ気になった方はですね、もう普通にかっこいいのでチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで以上、プラレール SC マグレブ L0K でした。ありがとうございます。バビュー。